はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、職業クエスト、やってますか？あれ、結構めんどくさいですよね。俺、ついに、すべて完了しました。かなり時間がかかりましたね。道具を見てみましょう。大事なもの。これですね。戦士の証、僧侶の証、魔法使いの証、で、武闘家、盗賊、旅芸人、で、バトルマスター、パラディン、魔法戦士に、レンジャー、賢者、スーパースター、そして踊り子と遊び人、全部ですね、終わりました。全部で14個、証を集めなきゃいけないんですけども、一つの証を集めるのに、だいたいね、1時間ぐらいかかります。1時間ぐらい。で、その1時間っていうのが、ルーラの石の、覚える場所を全部覚えてた場合、だいたい1時間っていうことなんですよ。このルーラで結構移動しなきゃいけないんですよね。これを、全然覚えてないっていう時には、もっとかかります。なので、職業クエストをやる前に、まずは、フィールドを歩き回って、ルーラストーン覚えれる場所は全部覚えていった方がいいです。その後に職業クエストをやるようにしましょう。やっぱりね、ルーラでぴょんぴょん飛べないとストレス溜まるし、すっごい時間かかるんですよ。なので、まずはフィールドに行って、ルーラストーンの場所を、全部覚えさせる。その方向からやった方がいいですね。めちゃくちゃ時間かかるので、それをおすすめします。で、14個クエストがありまして、この職業クエストでは、新しい必殺技を覚えることができます。それがね、強いやつ、弱いやつ、あるんですよ。で、この14個の中で、特におすすめだよっていう、職業を紹介していきたいと思います。まず、やった方がいいところはですね、戦士ですね。戦士は、まあ一番最初にやってもいいかもしれません。戦士は一番最初でいいですね。これはかなりおすすめです。戦士の新しい必殺技が、これ、会心必中ですね。必ず会心攻撃が出る、技になってまして、これメタル狩りにすごく使えるので、まず覚えた方がいいかもしれません。基本ヒューザーの必殺技で、一撃で倒していったと思うんですけども、それだけでは、ちょっとね、テンションに問題があるんですよね。主人公も会心必中で倒していけるのであれば、こっちの方が早いので、両方使っていった方がね、早くなるので、まず、戦士を上げるのをおすすめします。うん。一次職の方は、そこまで難しくないので、二次職が難しいんですよ。時間かかる。まあ、一時職でも、まあ、ルーラーを覚えてたとしても、1時間近くはかかるんですけどね。まあ、とにかく、戦士はおすすめです。で、そして、まだおすすめがあります。それがね、盗賊ですね。盗賊もおすすめです。で、おすすめ度としては、まあ、最初の方からはやらなくていいかなっていう感じですね。後になって、盗賊を覚えてるとかなり役に立つので、まあ、クリアした後ぐらいにやってもいいかなと思いますね。盗賊の必殺技。これ、お宝ハンターですね。ダストンの、ガラクタハンター。あれと同じですね。でも、こっちの方が、どうも説明によると、レア率の、確率が上がるらしいんですよね。まあ、ダストンも上がるか分かんないですけども、とにかくこっちは、レアが出る確率も上がって、さらに、お宝も盗めるっていう、そういう技みたいなので、こっちはおすすめします。まず戦士と盗賊ですね。この二つは、まず、一次職としてやっておくことをおすすめします。そして、二次職ですね。二次職のおすすめ。まず一つ目、バトルマスターです。バトルマスターはね、まあ、基本的に一番最初に、転職した方がいい職業だとは思いますけども、もちろんスキルとしてもバトルマスターのスキルは超優秀です。覚えるのがこれ、
テンションブーストですね。一気にね、ハイテンションになるんですよ。テンションを 50% 貯めてれば、一気にマックスまで行くので、それがものすごく強いですね。ラグアスとか、あと、フーラのティンクルバトンか。テンションを 50% 上げるっていう必殺技があるんですけども、それの後にこれを使えば一気にスーパーハイテンションにすることができるので、かなりお得ですよね。うん。なので、バトルマスター、やった方がいいです。ただ、結構、めんどくさかったと思うので、うん。まあ、ルーラでどんどん飛べるようにしてからやった方がいいですね。はい。で、まだおすすめがあります。これ。踊り子ですね。最近ね、踊り子が一番強いんじゃないかなっていう風に思ってるんですけども、どうなんでしょうか。もちろん、踊り子の必殺技、新必殺技ですね。覚えると強いです。これ、荒神の舞ですね。味方のテンションを全員 50% 上げるっていう技なんですけども、効果がすごいですね。これはヒューザも同じやつ持ってるんですけども、ヒューザの時もね、かなり重宝したので、これはかなりいいですよ。やっぱり自分が、テンションアップして、2回必殺技を使った後に、これを使えば、周りも一気にテンションアップするので、すごく強い、必殺技となっております。まあ、ただめんどくさいですけどね、上級職なんで。で、とりあえず、この4つが、一番おすすめです。一番というか、もう必ず取った方がいい必殺技だと思います。うん。あとは別にそうでもないんだけどね。まあコレクション程度に取ったらいいかなと思いますけどね。そしてね、パラディン。パラディンがね、まだすぐには使わないけども、今後のためにね、取ってた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。パラディンの必殺技が、これですね。パラディンガード。敵の怒りを集めてダメージを無効化っていう技なんですけども、敵からヘイトを全部集めて、自分がダメージを受ける。その時に無効化するっていうやつで、後々ね、なんかものすげえ攻撃力のやつが出てきた時とか、これ使える気がするんですよね。今だと、そこまで、まあ痛いやつもいるんだけどね。痛いやつもいるんだけども、そこまで必要じゃないかなと思うんですよね。多分、ダウンロードコンテンツとか来た時に、結構これいるんじゃないかな。まあ、とりあえず、戦士盗賊、バトマスに踊り子、その4つが終わった後に、まあ、パラディンも取ってみても面白いかなと思います。まあ、ゴールドマンマックスとかね、今強力なやついるけども、あれは全体攻撃だから、意味はないと思うんですけども、まあ、後々、なんか使えそうな気はしますね。はい。ということで、今日はすべての職業クエストが終わりましたという紹介と、4つ、必ずやった方がいいクエストを紹介していきました。ちなみに、俺14個、クエストあるんですけども、終わったのが、15、6時間かかってます。15、6時間で全部完了しましたね。ちなみに、ルーラストーンの、飛べる場所、全部登録した状態で、それだけかかってます。途中途中抜けてるよっていう人は、もうちょっとかかると思うので、まずは、最初に言いましたけども、ルーラストーンの登録、そこからやった方が、確実に早くなると思います。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。